ボーイング737ボーイング737ネクストジェネレーションボーイング737ネクストジェネレーション737から600-700-800-900ス,ス,ス,スカイマークの737から800型機ボーイング737ネクストジェネレーションはアメリカ合衆国の航空機メーカーボーイング社が製造するボーイング737の 第三世代型となる小型ジェット旅客機である。1990年代に入り、小型機市場において、勢力を急速に伸ばしたエアバス A320 シリーズに対抗するために、ベストセラーシリーズであるボーイング737シリーズを近代化して開発した機体。1997年から生産が開始された。日本でも日本航空や全日本空輸の 主力小型機材として導入され、国内地方都市間を結ぶ路線の主役として活躍している現行機モデルである。1990年代にボーイング777で開発された技術を導入したシリーズで主翼が欲吹翼面積ともに拡大された新設計のものに変えられ、これに応じて美翼も大型化されている。 コックピットも最新の大型の液晶画面を装備したグラスコックピットになり、後に左席のみオプションでヘッドアップディスプレイも装備できるようになった。ディスプレイには従来型と同じ定期を表示可能とすることで従来型と操縦規格の共通性を持たせた点も重要な特徴である。航空機の操縦資格は一般に同一機仕事であるため、 ベストセラー機である737シリーズの資格を持つ多くのパイロットが新規の資格取得不要で最新鋭機を操縦できることとなり運航会社はパイロット育成のコストを抑えることができる。この点をセールスポイントとしたボーイングの販売戦略が737の販路をさらに広げることになった。エンジンは CFM インターナショナルの CFM56 から7バイト型に統一されている。主翼端にはオプションでウィングレットを装備でき、離陸性能や燃費の向上が図れる。このウィングレットは翼端をそのまま上に持ち上げたような形状のため、ブレンデッドウィングレットと呼ばれている。この他燃料容量の増加もあって、長距離飛行が可能になったものもある。さらに、 2014年以降は、後付けしたもの及び新造機において、スプリットシミタールウィングレットと呼ばれる、新型ウィングレットを装着したものも現れ、ブレンディットウィングレットより2%燃費が改善される。内装を変えて、ビジネスジェットに用いられるなど、737イコール、短距離用、ローカル専用機材の概念も崩れつつある。ただ、 胴体断面はボーイング707以来ほとんど変わっておらず、そのため貨物室がコンテナに対応できないという問題点はそのままである。2010年からはボーイング787の客室インテリアをもとに開発された LED 照明の採用や客室内装音の低下などを図った BSI 仕様がリリースされており、2010年10月27日に アラブ首長国連邦のフライドバイが世界で初めて導入した。2014年7月16日に 737NG シリーズの通算5000機目がロールアウトされた。この記念すべき5000機目は C-40 エクリーッパーとしてアメリカ海軍へ引き渡される。2014年10月6日にはエアロノーティカルエンジニアリングが ボーイングエンジニアリングデータと B737 から800もしくは B737 から900を貨物機を赤脚根菜に回収するプログラムが締結されライセンス契約が結ばれた。737クラシックとは異なりダッシュの後の数字が大きくなる順に胴体長が長くなっている。したがって NG シリーズで最も小さいのがマイナス600型。 最も大きいのがマイナス900型で、マイナス900型は757から200に迫る、収容力を持っている。ただしマイナス900型はマイナス800型より、胴体が延長されているものの、非常口数が変わらないため最大客席数はマイナス800型と同じ189席となっている。後続距離を延長した ER タイプもある。売れ筋はマイナス800型で、 インドネシアの政府専用機として採用された特別使用機もある。マレーブハンガリー航空737から600、アメリカン航空737から800、サムスングループ737から700バイト BJ-700K をベースに800型の主翼と膠着装置を使用して離陸重量を増加し内装をビジネス機使用に回収した機体。 後にマイナス800型ベースやマイナス900型ベースの機体も製造。1万キロメートル以上の航続距離を持ち、近年では小型化が進んでいる政府専用機としても多数採用された。なお、BBJ は777.787747から8ベースでも製造される。 2015年7月の時点で5102機のボーイング7 3 7ネクストジェネレーションが商用サービスにあった。内訳は57機のマイナス600、1036機のマイナス700、3629機のマイナス800、380機のマイナス900である。全日本空輸737から 700ER。 JA10 案全日空グループが -700-700ER-800 を導入しており、ローンチカスタマーとして導入した -700ER は ANA ビジネスジェットと名打ち国際専用機材として2016年3月まで就航した。-700 は系列のエアー日本エアドへ移籍しても同じ機材が登録変更しただけのため形式に含まれる。 ボーイングカスタマーコードは全日空の81のままである。また全日空では2015年にマイナス800を5期追加発注受領運用、さらに三菱スプスジェットの遅延保証として2017年4期を追加発注し、2018年に受領したとして、同社保有のマイナス800は40機になる。日本航空グループはマイナス800を 日本航空が2007年3月から主に羽田発着の地方路線をはじめとした国内線に同年5月から国際線に就航させた。日本航空では2013年に全機完納された。グループの日本トランスオーシャン航空は2014年3月機材刷新計画でマイナス400からマイナス800に移行すると発表。2016年1月に初号機を受け取り、 2019年に前期完納された。2019年5月にマイナス400がすべて、退役しすべてマイナス800に統一した。CFM インターナショナル製の CFM56 から7エンジンを搭載し、最新の効率性向上パッケージも装備する。JTA とボーイング社との合意内容には、調達機材を 737MAX に変更する。 ことを可能とするオプションも含んでいたが、調達機材の変更を行わずに、すべてマイナス800で引き渡された。JAL では50機、JTA では12機保有している。2020年に JAL 本体から1機が退役。スカイマークでは2006年からマイナス800のリース導入を開始し、2009年には保有機をすべてマイナス800に統一した。 スカイネットアジア航空もソラシドエアへ、ブランド変更した2011年から、新造機導入を開始し、現在は、すべてマイナス800に統一した。2014年夏に運航を開始した、春秋航空日本も、日本の格安航空会社としてマイナス800を発、導入運用中。機内照明に、LED 採用などの最新機内仕様、ボーイングスカイインテリア、 BSI については、導入決定は2010年2月9日のスカイネットが初事例となり、就航開始は2011年5月23日のスカイマーク、同仕様は JTA 及び ANA にも波及していった。2020年6月現在。2019年10月10日、ボーイング社は世界中の航空会社で運用されている810機を検査し、 38機で胴体と翼の骨組みを接合する部品に亀裂を発見したことを発表。当該機を運行停止し、修理と部品交換することを発表している。ありがとうございます。